説明できる人いる？今の。ニューチャレンジャー。いやそう、あ、じゃあ何、スチームもやってるの、クロちゃんは。シスン、反応に自信がある人でも、あれだ、あれはいけるのね、勉強になった。なんだ、えらい。七人公はいけるってことか。転んで転んで、おら、あ、いいゾーン、新大久保？それはイースク？イーゾーンってどこだ？あ、大阪？ん？いや、強かった、クロちゃん。ぜひ、PS4 じゃない、Steam でも対戦したいですね。多分その反応の良さで、俺の使える技が結構、変わってきつかったと。あー、そうです、そうです。うるせえ、うるさいの一言。大阪か、電脳なんたらいいゾーンか。読み死なないね、負けた。いいゾーンパッチ合いみたいだね。いや、クロちゃんありがとうございました。ほっと、そう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 、時間制なんかホテルとかもなかったっけ。開幕即服が垂直ライトに負けて、しかも見た感じカウンターだったぞ。どうなっとんじゃんこのゲーム。おお、あばべばばべばばばば、負けてる。あのザフィーナは巨峰きついんすよ。メイン黒へ、へえ。ザフィーナは特になんかあのドラグノフと一緒で主力が、主力技がね、主力技が巨歩に避けられやすいのよね。マイマイ RK と 2LK とみたいな。ドラグノフはもっときついね、巨歩は。でも戦い方は合ってて、結局こっちの崩す手段は下しかないから、リーチが長い下しかないから、まあソーダラクシューとテスト多めになっちゃうんですよね。PC 画質マックスまで落としてようやく鉄拳できるレベルか。それオンボードでやってない？まさかグラボ。やめて。1時予定です、トゥデイは。
たるよ、動いてたら当たるよ。ジャブばらまかれて巨歩も、そうだね、ジャブも巨歩も両方とも前々歩けメタですね。あ、なんかわあ、これもダメですか。わーっていう驚き方、かわいいね。かわいくねえよ、38のおっさんやんすよ。なんだ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 、この勝面は。おっ、すごい。ダブルアップしない。忙しそうだ、シャオユーだ。安い。いや、マイナ10っていうかね、13に13が結構返んなかったね。まあ、俺の反応がそもそも良くないから。どりゃー、必死にファジって浮かして拒否しても巨峰には無力でした。頭抱えてました。うん、でも結構ステップインガードを割合増やしたりして、巨峰をとりあえず打たせて、その巨峰に対して 2LK を打ちに行くようにしたりすると、こっちが巨峰の打ってからぶっ放しの巨峰 LK とかしなきゃいけなくなっちゃって、そうするとステップインガードすると相手が勝手に巨峰からの派生出すようになって、それでスカ取れたりするようにもなりますね。ステップインガードもっと多めにして巨峰の的を絞らせないようにすると割ときついっすかね。忙しい。無理。おお、おう、出し切る。この手の下段もなんか20以上ありそうだね。ごめーごめー。あー、わあ、入れ込み注意、入れ込み注意、入れ込み注意。そう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 、そうなんですよ。クロちゃん若いのにアップス、うっぷす。うわあ、抜ける。ほら、分かった、このゲーム PS4 の僕面、各班が帰ってこないぞ。これは下、あ、とりあえず逃げよう、壁から。ワンチャン掴むためにまず壁から逃げよう。交差する思い。あー、刀剣打たないの人確認で弾空から。はい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 、かくってる。でけえ。もうみんな各班帰ってくるもんな、スチームの天とか滅は。まあ、そこら辺をちゃんと海外大会の PS4 のオフラインに行く前に、まあ、オフラインだからちょっとは違うと思うんだけど、自分の中でちゃんと折り合いつけなきゃいけないね。四寸孔も使っていかなきゃね。
け。あーごめんなさい。でもジャブの行方を見てないのもいけない。お互いいけないよな。一緒に強くなろう。俺普通にあれ食らえそうなんだけど、横移動量計。あーきついこれ。んー、ガンシャだ。ゲーセン、あ、大好きなゲーセン育ちね。わ、マジ結構若いのにから鉄拳セブンデビュー勢かと思ったけど、家庭用のそんなことないんだ。まあまあまあそうだろうね。 PS4 風神拳。うわー壁もらい、壁もらい、壁もらい。うわー、死なない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 。何やっとんのお前。いい束縛隊撃たれたわ。ナイス束縛。開幕高層隊撃っちゃうよ。これ運びすぎ。私の年収。ミスです。おしゃれ。逆転の選択肢となるのか。それは鉄拳6で PSP でコンボ練習してタック2。あ、俺もよく触ってたよあの PSP。 電車乗るときとかコンボ練習しててタック2半ばで本格。じゃあ若い時からの鉄拳勢なのね。なんか立ち回り結構老快だなと思ってたから。鉄拳歴は長いんだ。若いけど。クロエか。 PS4 と見てからガード系は、まあ、まあまあそうよ。ちょっと変わりますよあれとは。スチームとは。スチームなんて今なんかツイッターでもちょっと話題になってたけど、 360Hz のモニター買ったりしたらまた変わるからね。恐ろしいよマジデバイスで。ペイトゥーウィン。何？ほっ。いやいやいや、俺の振り向きなものをたまに振り向き背向け RP 出すから、なめんな。なんつう当たり方。完璧。締まりが悪い。はい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 。お前ふざけんなマジで。あ、お前重くてアホキック打つ気なくなったわ今。お、
ごめんなさい、間違えた。やってない、左アッパン。おお、ハーフステガードできず。これはね、ナイスレイジアーツ。とりあえずこっち逆転しに行っちゃうもん。中2で初めてローメイン。どうやって韓国人と戦ったんでしょうね。いたのか地元に。コンボミス。あ、立ててねえのか今。早い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 、暴れが早い。よう動きますな。チーム版でドラゴンテイルとかガードできたときすごいなと思ったもん。あ、韓国もユウさんのフェンがセーブ見てる。中断追がない。それでも当たってるんだよ。それはどうしてだと思う、アクトロ君。どうしてだと思う。弥生さん、まあ別ゲーってほどではないけど全然違いますね。あ、シャオユ、これマジ当たる。フォーライク、なぜなら総体を打ちに行きたいからです。入んないんだ。勉強になりました。うらい。いい横移動だったぞ俺。うわー、いろいろやってくるよ。おおおお、ウリュウバンダ。ああ、クロちゃん、またありがとう。またやりましょう。おやすみ。ああ。怖い、コメント見たらいいよ。うわ、ペシ。へぇ、2回さばいた。あ、でも確かああいうワンツースリーの時背抜けしちゃダメだね、よく考えたら。ラクタロ君が言ってる通り、ピカーン。あ、やらないんだ。 ES5 でも変わんないみたいですよ。あー、バラ読み負けるね。勝ちに来てる。これも勝ちに行く。
ロードは確実に早い。ロードもまあ大事だね。やれる試合数変わるからね、同じ時間の中で。ロードの時間は大事だよね。このゲーム自体が置いても本体変えても変わらないんですよね。うん、かもしれん。上がってからやめたいけど、このまま負けたら終わりにしましょう。えらい、やめて。これは当たります、何しても。下行くよ。あー、そのね、ステージはなんか競技信用のステージとかあったら面白そうだなと思ったことはある。カツ麺、あえての起き上がり。コンボが長いよ。わあ、開幕ゴーストタイム。え、やべ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 、パクってる。説明できる人いる？今のやり取りに。あれ、僕面だったから勝ったやつで、ジャブ暴れだったら負けてたやつかな。僕面ってあの後ろ下がりが一瞬あるんです、モーションで。それかな。負けた時点で終了といたしますが、そのまま上がりたいな。やっぱフェンはノリノリで攻めてるときが一番楽しいな。おい、あーもったいね。ごめんなさい。カカハン、あー入ってんだ。暴れとけよかった。
左横行く。うわぁ、これさすがに見え…見えそう。やましてしないな、この方は。あー、これ間に合わないわ。まあ、別にスチームでも間に合う方じゃないけど。早い。これは攪拌しっかりしてくれ俺。終わってしまうのかな今日の放送が。開幕テッサー学習してこう。よしよしよし。あーしゃがば。これあと1回でも上がらないんでちょっとやめます多分あと2回か3回必要だったゲージ的に。ありがとうございました。